こんにちは、デルソラです。いやー、ちょっとね、気になったのでレドックス課金してね、買っちゃいました。はい。ちょっとね、金使いすぎだなと思ってるんですけど、まあいいや。でね、使ってみた感想なんですけど、弱くはないっていう感じ。オファーでね、20% オフぐらいだったかな、8000円ちょっとぐらいしたんだけど、そこまでして買うかと言われると、結構微妙かもって感じかな。弱くはないんで、全然。このコースティックブラストもね、強いしね、こう敵の動きを遅くして継続ダメージをね与えてくれるんで強いんですよ。すげえ強い。ただ移動速度が遅くてなかなか敵に近づけない。だからまあ近づいた敵を倒すための能力なのかなみたいな感じになっちゃうのかな。一応武器はね、いろいろ試してみて、ロケット砲をメインにしたバージョンと、あとね、ステイシスビームと、あとね、カービンも買っちゃったのよね、12をね。まあ、その辺の感想はまた別途言いますが。で、強い。強いんだよ。強いっちゃ強いんだけど。まずね、カービンとかね、やっぱステイシスビームが強いから、レドックスが強いのかと言われると、結構微妙なのよね。なんか他のに装備した方がいいっていうのと、あとね、これは個人的なんだけど、レドックスに課金するならば、なんかキルショットとか、まあ別にここはパンサーでもいいんだけど、なんかね、自分の好きなね、メカをね、グレードアップした方が強いんじゃねえか的な疑惑が若干ある。でもまあ楽しい。あのね、レドックスのね、楽しさはね、やっぱね、エネルギー容量がね、最初からね、結構多くて、24で、まあ、それ高いからさ。だから、いきなりこう、ロケット砲とかね、の10、12とか、12はさ、これ、グレードアップしないと装着数が増えないから、あの、10と12にしてんだけど、他にも、やっぱこう、この、ステイシスビームも買っちゃったんだけどさ、もう勢いで。これ16とかさ、これも装備できるから、まあいきなりこう、なんだろう、強い武器が装備できるっていうのはまあいいとこかな。まあランクアップしてもエネルギー容量しか増えないしね。一応ね、海外のデータ見てもね、まあ、HP はそこそこ増えるんで、だよな。エネルギー容量は、まあ、32、一番多い部類に入ってくるのかな。で、武器はね、いろいろ使ってみたんだけどね、それはまあ確かに遠距離の武器が強い。だけど、そう、やっぱ近距離じゃないとさ、この能力がさ、あんま活かせないのよね。コースティックブラストが。で、あと、その、多分ロケット砲装備してて、キルショット近づいてきました。止めました。このコースティックブラストで動きを遅くして止めました。で、どうするみたいな。でもこっち移動速度遅いからさ、ロケット砲の射程まで下がんなきゃいけないんだけど、それも時間かかるし、そうなるとやっぱ近距離の武器が欲しいよね、みたいな。だから、2種類がいいのかもなぁと思ってる。ロケット砲とカービンとかステイシスビームとか、
まあ、カービンがなかったらパルスレイザーでもいいと思うし、ミサイルラックでもいいし、なんかそういう組み合わせがいいのかななんてちょっと思いましたね。うん。で、そういう組み合わせでね、今回、まあ、あの、エネルギー量が高い、その、ステーシスビームとかさ、一丁しか装備できないから、ちょっとそういう感じで、組み合わせたね、パターンをね、いくつか試したので、はい。今、動画、よろしければご覧ください。まあ、個人的には、まあ、課金に対してね、抵抗がなければ全然、買った方がいいと思います。楽しい。うん、やっぱり、コースティックブラスト強いし、うん、いろんな武器の組み合わせで楽しめるし。ただね、こう、ゼファーの方がいいんじゃ、ゼファーとかの方が、その、コスパがいいって感じかな。コスパはいいね、あっちの方が。特に最初のオファーで、カービン8、カービンじゃねえか。ミサイルラックとの組み合わせとかね。ガーディアンのカービン8との組み合わせとかのオファーで買っちゃったら、ちょっとあえてレドックスをね、買って育てる意味があるのかと言われると、ちょっと微妙な気はする。うん、でも強い。やっぱエネルギー容量が大きいから火力高くなるからね。うん。という感じで、動画はね、ステーシスビームとサーマルランスを組み合わせたのと、カービンとロケット砲を組み合わせた場合と、あとまあロケット砲のみのパターンをね、ちょっと試したのを、動画紹介しようと思います。今後もちょっといろいろと、いろんな武器をね、試したり、組み合わせたりしながら紹介しようと思うんで、まあレドックス迷ってる方がいたら、まあちょっと参考になればな、ぐらいの感じですね。では、動画の方、どうぞ。